よっしゃー、ほいじゃあ今日はこれとこれとこの3つをやっていく系の、これ巨人の駒田、この駒田が30試合ぶりスリーランということで話題になっとるの駒田ね、懐かしいということで始まりました、広島弁牛太郎の30年前の今日、平成5年7月31日の新聞や出来事、続いてはこちら、ライジングさんこれ映画ね、この映画について恐怖煽り、差別助長ということでね、アメリカの日系人らがこう起行しいる。 なんかこれねアメリカに進出した日本企業で殺人が起きたみたいなねそんな事件なんだけど要はあのその当時日本は勢いあってねガンガンアメリカに進出しとったよなんかそれを取り上げとったみたいなんだけどいやそれ怖くなるでしょういうことで、ね、なんか反対が起きとるらしい続いてこれはいはがきと封筒ねこれが55円の案封書90円いうことでね値段がどんどん上がっとるねわしら小さい頃はねえっ、ー、とはがきが40円で封書が80円